おはぴよー、どうもひなぴよーです。それでは本日も君が死ね多数決ですゲーム続きやっていきたいと思います。前回超いいところで終わったんだよね。なんとね、ケイジさんとキュー太郎さんが手を組んでいて、ケイジさんは最初から賢者だったと。まだお話自体は進んでないんだけど、私の予想としてはケイジさんがもともと賢者で、サラちゃんと誰かの鍵盤を交換してサラちゃんの信用を得て、2回目の交換でおそらくナオちゃんとキュー太郎さんの身代わりと平民が交換され、3回目の交換でキュー太郎さんとサラちゃんの鍵盤と身代わりが交換される。で、4回目の交換でケイジさんの賢者とキュー太郎さんの鍵盤が交換で、5回目で、ね、おそらくカンナちゃんの平民とサラちゃんの身代わりが5回目で入れ替わってるっていう予想のもと、今私はこれからやっていこうと思っています。ってことで続き聞いていこうかね。引き出しましょう。身代わりの件を知ったおまわりさんはキュー太郎に手を組むことを提案したんだ。と言ってもその場ではキュー太郎が怒ってたからなだめただけさ。でもキュー太郎と話していろいろ考えてさ、4回目の交換でおまわりさんのカードとキュー太郎の鍵盤を交換したんだ。と言ってもこの計画はおまわりさんがキュー太郎の気絶中に勝手にやったんだけどね。メインゲーム中に察してキュー太郎は話を合わせてくれたみたい。全てはあのカードの力さ。キュー太郎の鍵盤に気づかせてくれたのよね。うん、賢者の力ってことね。まず身代わりの件で総理裏切られた俺は怒り心頭で探し回った。サラの様子が変になって確信をしてたぜよ。身代わりが映ったってな。許せんかった。殴り飛ばしてメダルを取り返そうとしたぜよ。その時刑事が俺の様子に気づいて話しかけてきたんだ。やめるように説得されたぜよ。そうは何を考えてるかわからんから。そこで俺は刑事を信頼して残りのメダルを全て預かってもらったぜよ。メダルを全て。なるほど。だからそのメダルで刑事さんは交換ができたってこと？待ってよ、キュー太郎は4回目の交換の時気絶してたんじゃないの？そりゃ刑事からは交換できるけど、でも動揺して3をつけるのを忘れていますよ、そうさん。焦っているのか理屈を練られていない。なるほどね、デレコさん。それで4回目の交換で刑事とキュー太郎はカードを交換したんだな。が混乱してきたぜ。うん、4回目の交換が結果的に今陰キャを懲らしめたわけにゃ。きっとおまわりさんも正義感に燃えたにゃ。陰キャを倒すためにわざわざメダル50枚使ってまで筋肉ゴリラとカードを交換したわにゃ。あれさっきおまわりさんは4回目の交換の時にはメダルを持ってなかったって言ってたにゃ。これじゃ交換なんてできないわ。ああなるほど。でここか。彼女返り討ちに会って気絶していた。うん、もうこれだね。討論ここ、銀くんと九太郎さん、これだ。はい。メダルを全部渡したにゃ。そうぜよ。どうやら結果的に層の意識の外をついたみたいだな。うるさい。余裕なくなってきたね。まだ疑問はあるんだ。それだけじゃ納得できない。だいたい刑事、なんで九太郎の鍵盤を知ることができたんだ。そんなの見抜くなんて、メインゲーム中の賢者が使える投資の力くらいじゃないか。まだわからないかい。OK だ、議論続行しよう。私でも気づいてることを翔さんは気づけないんですね。うん、ねえ、どんな気持ち？煽っていくね、ピオちゃん。ソウさんから新しい発言を引き出せた。このまま突っ切るしかない。なるほど。新しい発言、引き出す？鍵盤を見抜くなんて、メインゲーム中の賢者が使える投資の力くらいじゃないか。これだ。これと、刑事さん。すべてはあのカードの力さ。キュー太郎の鍵盤に気づかせてくれたのもね。あのカードの力ってまさか。ん？そりゃ賢者の投資でしょ。賢者はメインゲーム以外でも投資ができたのか。そのための電子パッドってことだね。なるほどね。そういうことね。
だから刑事さんはその他の人同士の交換も可能だっていうことを知っていた、断言できたってことだね。ちょ、待ってたの、わざと。全ての謎は解けたかい。これで証明できたね。投資で九太郎の鍵盤を見抜いたおまわりさんは、九太郎の鍵盤とおまわりさんの賢者を4回目の交換で入れ替えた。そしてもう5回目の交換について話し合う必要もなくなった。さっき君は勝ちを確信して自白した。自分は平民だってね。他に疑問は？いや、刑事さんの話にはおかしなところがある。え、どこあった？それはこれまでの交換を振り返ればわかる。私が最初に持っていたカードは平民、刑事さんは鍵盤だった。いや、最初から刑事さんは賢者だったはずだぞ。これはまず1回目の交換で私に鍵盤、刑事さんに平民が行き渡った。で、2回目の交換、九太郎さんに身代わり誰かに平民が行き渡った。次に3回目の交換、宋さんの手によって私に身代わり九太郎さんに鍵盤が行き渡った。そして4回目の交換、刑事さんに鍵盤、九太郎さんに賢者が行き渡った。おかしなところはやっぱり賢者のカードだね。そうだ、賢者がおかしいんだ。刑事さんはずっと平民だったはずだ。なんで刑事さんは4回目の交換の時賢者を持ってたんだ。最初から、刑事の最初のカードは鍵盤じゃなかった。これです。それはつまり刑事さんが最初に持っていた鍵盤、あれは嘘だったんだ。刑事さんは最初から賢者を持っていた。だから一番最初に鍵盤を持っていた人物も透視で見えていた。そして1回目の交換で私と鍵盤の人物を交換させたんだ。でもそんなの、私にずっと嘘をついてたってことじゃないか。まあ信じてもらいたかったってのはあるんだろうけどさ、まあサラちゃんのこと死なせたくなかったんでしょ。刑事さんは身代わりでいてほしくなかったんでしょう。サラちゃんに鍵盤でいてほしかったんだよきっと。ソウさんに投票するんですか？ノー。何かおかしいです。もう少し話し合った方が。バカなこと言うなよ。ナオは候補者なんだ。ここから議論がもつれてお前が選ばれちまったら。私だって怖いです。でも何か変な感じがするんです。本当にソウさんは平民で刑事さんは鍵盤なんでしょうか？ナオさん、いや、おかしくはないんだよね正直。最初に鍵盤を持っていたのが誰だったのかとか、最初に身代わりを持っていたのは誰だったのかとか、そういうのはね、すごいやっぱり気になるんだけれども、でも交換自体は全部辻褄が合ってるから何もおかしくないんだよね。ソウさんがハッキングしてる可能性はね、未だにまだなくはないとは思うんだけどね。いや、おかしくないと思うんだけどな。違うかな。おかしくはないです。いいえ、サラちゃん、あなただって気づいてるはずです。5回目の交換、なぜ身代わりを持ってたサラちゃんが交換されたのか、そこか。いや、これはさ、カンナちゃんの愛だよって思ってるんだけど。しかも相手は平民だったんですよね。こんな不可解な話無視していいんですか？そうだな、5回目の交換ってやつを話し合った方がいいわ。万が一身代わりを選んじまえば俺たちは終わりぜよ。これ以上の話し合いはいらないでしょ。刑事さん、
一度出た結論を掘り返しても、迷路をさまようだけだよ。君が死ね。そう。それで終わりだ。いや、それじゃ、ダメです、刑事さん。時間がある限り、真実を追求するべきです。わかったよ。やるぞ！決戦投票に残った4人の役職について話し合うぜよ！進展。5回目の交換でサラちゃんの身代わりを移動させた人がいるんです。刑事が鍵番なら、そう、神田、直の3人の中に身代わりがいるはずだよな。本当に陰キャは平民にゃ、信じていいのか。大丈夫だ。そうはサラが身代わりを交換したとずっと思い込んでたぜよ。つまり、カンナちゃんかナオちゃんか、どっちかが身代わりを持ってるんだろうね。僕は信じないぞ。ケイジとキュータロウは嘘をついてるんだ。いや、ここまでも演技だったら見事だよ、ソウさん。いや、でもカンナちゃんが身代わりを持っていそうなのを、ソウさんは知ってる？もしかして。どうなんだ？引き出す。カンナちゃんかナオちゃんか、どっちかが身代わりを持ってるんだろうね。これ以上考えても辛いだけさ。ソウに投票してもう終わらせよう、サラちゃん。ソウはサラが身代わりを交換したとずっと思い込んでた。ソウは刑事の術中にハマってたわけだ。身代わりのありかも他のカードも真実は何も見えてなかったんじゃ。俺を気絶させた時に電子パッドを奪ってりゃ、俺のカードを知ることはできたかもしれねえが、それだけはされないように肌身離さず持ってたんだ。服の下に電子パッドを仕込んでな。いや、でも落ちてたよ。そうが悪巧みをする隙はねえぜよ。奴は平民ぜよ。電子パッドか。いや、これアイテム使うべきだね、これね。僕は信じないぞ。刑事と九太郎は嘘をついてるんだ。くそ、くそ。今の総さんからはまるで説得力がない。おまわりさんは本当に鍵番なのでしょうか。何かおかしい点はありませんか。どこかでおまわりさんの鍵番が他へ移った可能性はないのでしょうか。刑事さんが鍵番なのは九太郎さんの賢者の力で見えてるはずです。じゃあ可能性はゼロなんですか。刑事が鍵番なら、総、カンナ、ナオの3人の中に身代わりがいるはずだよな。サラ、本当にメダルは持ってないんだよな。誰かに身代わりを渡したわけじゃねえんだよな。信じてください。わかった。だとすると決戦投票に残っててメダルを持ってるやつがやったってことだよな。そうか、カンナか。そうなんだよね。本当に陰キャは平民にゃ、信じていいのか。全部陰キャの嘘だったらどうするわ。それはだって、あの陰キャが何も反論できないなんておかしいや。もしかして本当はバケツ女とグルになって演技してるんじゃないかにゃ。あー、なるほど、そういう説もある。私があのカンナちゃんの心が綺麗だと思いすぎってこと。え、どうなん、違うのかな。いや、いや、ソウさんもなんかカンナちゃんに対しては心開いてると思ってるんだけど、勝手に。違う。アイテムを電子パッド使っていいんじゃないか。あれ、間違った。あれ、私、なんだ。え、何使ってる。え、私、スタンガン使った。電子パッドです。間違った。これです。はい。これだ。キュー太郎さん、自分のパッドは、花見離さず持っていたと言いましたね。うん、ほれ、ここに。目が覚めた時は、どこに？最後の晩餐ルームで、机の上に。机の上！肌身離れてるにゃ！やっぱりか。今、九太郎さんが持ってるパッドは予備パッドだ。私が手に入れたこのパッドは、気絶している九太郎さんの近くに落ちていました。なんだと！
おそらくこれが本来の九太郎さんのパッド。問題なのはなぜ床に落ちていたのか。ソウが取ったからじゃないでしょうか。ソウさんが九太郎さんからパッドを取ったんです。なあ、でも中を見るには指紋認証が必要。だからスタンガンか。いや、その場限りだが、気絶した九太郎の指を当てればクリアできる。ここへ来てとんでもない事実だよこれは。どういうことぜよ。ソウがパッドを見るタイミングによっては俺たちの作戦は全部筒抜けだったことになる。何？最悪のタイミングは4回目の交換の後、九太郎に賢者、俺に鍵盤が渡った時だ。その時パッドを見れば九太郎の賢者の力を通して俺の鍵盤もわかる。今までのソウは騙された演技をしてたぜよ。バレちゃったか。なんてね、今の僕は演技かな、本音かな。ソウさん、まずいな。これでソウが身代わりを持っている可能性が出てきた。が、このままじゃソウに投票なんかできねえよ。でもだからってカンナにもナオにも投票できるわけねえ。それじゃあ議論続行といこうか。みんな誰に投票するのが安全か話し合うんだ。進展。最も身代わりを持ってる可能性が低いやつを探すぜよ。そうは絶対にダメだ。こんな悪巧み一番やりそうだしな。でもバケツ女とナオ姉ちゃんに差なんてあるのか。5回目の交換でサラちゃんから身代わりを奪うためにはメダルがある程度必要だよね。うん、そうなんですよ。メダルの枚数を考えれば答えは出る。そうだね。けど交換したやつの狙いがわからねえのに可能性つったって。けどナオもカンナも選べねえよ。バケツ女とナオ姉ちゃんに差なんてあるのか。思いつくのはメダルの枚数くらいにゃ。バケツ女はたくさん持ってて、ナオ姉ちゃんは少ししか持ってないわ。もうどうしたらいいな。メダルか、これだね。銀の言う通り、ナオちゃんはメダルをほとんど持ってなかった。サラちゃんから身代わりを取り上げるなんてできなかったはずだ。じゃあ一番可能性が低いのはナオってことか。待ってください。こんなのおかしいです。お姉さん、可能性なんてあやふやな言葉で私を殺すんですか。お願いです、もう一度話し合いを。そうだね。議論は終われないよ。悲惨、何を言うかじゃ。一つ思い出したんだ。誰でもメダルを手に入れる方法があったんだよ。アリスさんのメダルのことか。サラさんならわかるよね。メダルを手に入れる方法。盗まれた私の財布、アリスさんの遺体。まあ、どっちもかな。いや、アリスさんの遺体って言いたくねえからさ、ちょっと、私の財布のことっすかって言っていいっすか。ちょっと、もう無理。アリスさんの遺体からメダルを取るって、なんか、すごい本当に嫌なことしてるって思っちゃう。もう、罪悪感があっても、でも、身代わりを引いていた人だったら取っちゃうと思うけどね。盗まれた、私の財布ですね。それはドジっ子のサラさんが紛失しただけの可能性もあるからな。私はそんなドジじゃないぞ。嘘の間に転がってるアリスさんの遺体、そこからメダルを取るんだ。
ちゃんが、そんなことするわけないにゃ。でも、確かに私が遺体を調べたとき、メダルはなくなっていた。そして、嘘の間をよく調べてたのは、ナオさんだ。いや、ナオに限った話じゃねえ。全員がメダルを手に入れられるってことじゃねえか。つまり、身代わりの可能性は全員にある。最後は信用勝負だね。こうなると、最後の行動が鍵になる、ね。5回目の交換の時、それぞれ何をしていたのか。それって、メインゲームが始まる直前は、身代わり、見つかるといいね。進展。あのさ、私にはさ、ソウさんが、カンナちゃんのことをさ、かばっているようにしか見えないんだよね。なんか、カンナちゃんに投票を集めようとしているように見えるんだよね。なんか、これまでのっていうか、今回のこのメインゲーム全体を見てさ。身代わりで、カンナちゃんに生きてほしいって思ってるからなんじゃないって思うんだよ。だって、もしもしボックスってさ、勝者の間にあったじゃん。勝者の間でさ、ソウさんはずっとパソコンをいじってたじゃん。ってことは、誰かが交換しに来てたら、それがわかるはずなんだよね。カンナちゃんが、サラちゃんのために交換するところを見てたんじゃないの、ソウさんは。違う？5回目の交換の時のソウ、カンナ、ナオの行動で判断するしかない。階段に座って、ずっとこれまでのことを思い出してました。勝者の間でずっとパソコンをいじってたよ。信じてくれるかな？カンナは特に何もぼんやりうろうろしていただけです。誰か3人の行動を見てたやつはいないぜよ。階段にいるナオと途中までは一緒にいたぜ。僕他に出口がないかずっと一人で探索してたよ。あー困るねこれはね。なんだけどさ、ちょっと今さ気になるところなんだけど、私今から出かけなきゃ。ちょっと一旦切ります。カット。